えー、皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、小関啓一でございます。え、それで。<laughs> はい、今日も始まりました。えっ、ー、と、小関啓一、イケメンでございます。今日も始まりました。言えないんだよね、最近ね。今日も始ま、始まりました。ね、もう本当にもうあの病気になってから、ね、一応元気にはやってるつもりなんだけど、 ね、あの元気とは反比例してどんどんあの進行していってきてるのかなみたいな、ね、感じなんですけどねまあ年齢も、ね、年齢だからねもうねまだ43ですけど <laughs> ということで、はい、今日も始めました小池圭一清和さんですえっとですね今回の予想はですね日曜日に日曜日に京都ケーブルで行,行われますえっと軽半杯自炊の予想動画となっておりますということで早速いきましょう 文字がね、反対なのはね、ちょっとね、お許しください。これどうしてもね、あの、動画の性質を直す、直せないみたいなね、ちょっとね、文字がね、反対なのはね、お許しください。ということで、行きましょう。11月26日、京都競馬第12レースでございます。これ、このレースは第12レースでございますね。お気をつけなく、あの、あの、あお気をつけて、心にください。あの、12レースでございます。あの、11レースではございませんね。12レースでございます。第12レース、芝1200メートル。 えっとね、第68回 KiangaiG3 ということで僕は10番のルーガル9番のグレートギーナー正直ね難しいこれはいあ消えちゃってんなこれで一応馬券としては9番10番の5790の5790で3連服で勝負したいと思いますで副賞はまあ副賞は1000円ずつの2000円で、えっと、3連服で500円ずつで4点で4点で,4点で合計2000円 で、合計全部で、1400、全部で4000円ということで、<laughs> もっとゆっくり喋れって感じですね。ね、とりあえずあの、10番のルガルから勝負したいと思います。はい。あのね、正直ね、わかんない。このレースはわかんない。誰が人気になって、ね、あの、 誰が出るのか正直わかんないけど、このルガルだけはとりあえずね、あの、競争成績はね、いい方なんですよね、うん。あの、ルガルだけはね、あの、まあ、スワン・ステイクスが、ね、一応スワン・ステイクス4着、スザク・ステイクスかな、これ。3着。で、青いステイクスっていうのかな。これ、青いステイクスってこれ、あれか、あの、新しく G3 になったのが、2着と。まあ まあ、あの、いい感じでこう、だんだん下がってはきてるけどあの、いい感じでね、あの、走ってはいるんですよ。あとのみんなはね、あの、スプリンター11着とかねなんかねちょっとねパッとしない成績ばっかりなんですね。ま G3、あ、だからしょうがないんだけど、うん、まあ、このルカルっていう馬はとりあえずあの、G2 で4着馬だからまあ、いいかなとね、西村純也騎士だから。 ね、手の押し欲しかったね,ねあとはね本当にね気,気になる馬がねいなかった君はクイーンっていう馬もいるけどまあこれもね函館函館スプリントはね一着を取ってるけどそこからね調子悪落としてるのか分かんないけどね正直ね分かんないですこのレース <laughs> あとは7番の湘南白楽 楽、うん、この馬もね、前走はね、一応1600万たかな。3歳クラス。3勝クラスだから。うんまあ、昔言ったら1600万した一1着になって。まあ、初 G1 です。ということでね。あ、G、G、初勝賞ですから、うん。正直、あの、1200メートルの、 ね、あのレースに18ンも出てくんじゃねえって思うねスプリン。スプリンターズセックスじゃねえんだからよって思わなかったけどね、正直ね、うん。まあ気になるったらまあそこら辺、ルカルぐらいしか気にならなかったですね。掃除機がの単勝でも言っていいと思います、ルカルは。うん、でもな、なんかな、これどうやって人気になるんだろうな、これな。 多分、見落としは絶対あると思うんだよ、ねうん。あ、東進マカオいいかもしれないですね。東進マカオね。うん、東進マカオは、あの、スワンステイクスこそ9着に破れちゃったけど、キンランドステクスと、あ、キンランド、なんだこれ、キンランドステクスかな。あと、ハウダディスプリントは3着3着で来てるんですよ。だから、これちょっと見落としてたな。17番。東進マカオね。 一応十7本も入れてる。うん、正直ね、わかんないっす。はい。ということで、以上、ジャストでキューバイアウでございます。<laughs> ありがとうございました。ここで無理くり終わります。来週はなんだあ、来週はチャンピオンズカップっすね。ね。来週はチャンピオンズカップ。何だったっけなあの、レモン、レオンポップ、ね。レモンポップ。はい。レモンポップからいきたいと思います。はい。 それではまた来週お会いしましょう。あれ、あれ、その前にあれだ、あの、地方競馬であの、船橋競馬でク,スクイーンステクスありますんで、ね、あの、月曜日に動画を上げる予定でございますね。あの、クイーンステクスがあります。あ、クイーンステクスじゃない、クイーンショーだ。あの、船橋で、ね。船橋競馬でクイーンショーがありますんで、あの、月曜日にその予想動画を上げたいと思います。でも、チャンピオンズカップはレモンポップでございますね。 すご視聴ありがとうございま,ます。<laughs>